キットマサイメです。はいどうも、名言生活の森です。今日は低迷高豪のミュータというのを所読していきたいと思います。このチャンネルでは主に月曜所読というコーナーで名言の所読をやっています。他の曜日には僕が流したいやつを適当に流してますんで、まあ暇があったら見てやってください。はい、それでは今日は最初言った通り低迷高豪のミュータを歌っていくんですけど、その内容については去年私が一度流した動画を一部こう切り取ってもう一度流すということにします。でちょっと理由があってですね、この動画作ろうと思ったのはちょっとね、今私の友人でもあり先生でもある松田先生がちょっと体調崩しておられるんですね。でね、それをねちょっとこう元気づけたいなと思ってこの動画を作ってます。っていうのはですね、この内容自体が松田先生の授業を私が受けてそれを動画にしたみたいな感じなので、まあ、ちょうどねエールを送るにはいいかなと思って作ってます。はい、低迷高豪っていうのはこの写真の方なんですかね、このね、はい、で後ろに立っている少年、これは今の上皇陛下、平成の天皇でいらっしゃいます。はい、ということで大正天皇のこの方奥さんということになりますね。低迷高豪です。はい、ここに示したようにですね、ミュータを紹介する前にこの読み方というかですね、それを一つちょっとやっていこうかなと思います。天皇陛下が読まれる和歌については、これは御聖と言います。それから皇后陛下についてはミュータというわけですね。歌会始めなどでは御聖と書いて大ミュータと言ったり、記載の宮のミュータと言ったりする場合もあるんですよ。ちょっとこれあんま知らなかったんですけど、この国語教室ではこの読みも習うことができます。御聖、ミュータ、知っておきましょう。低迷高豪のミュータ2種紹介します。苦しみは幸の門出と喜びて、いかなることをも勤むべきかな。苦しさを与えましける幸なくば、この深き道いかで湧くべき。はい、深いですね。苦しみを喜びとして捉えなさいと、幸の門出として捉えなさいと言ってます。もうどんな失敗とか苦しみとか大きな負けとかでもですね、必ず意味があるということではないでしょうか。それを乗り越えたりですねした時に、大きな喜びとしてその苦しみをですね、ありがとうと捉えることができるじゃないかなと私は感じました。はい、いつものことですが、ただ言葉の紹介をするのではなく、松田先生はいろんなこととこう絡めてね、子供たちの意識にっていうかインプットに役立てようとされています。今回はですね、有名な今流行ってますよね、鬼滅の刃、これをですねうまくこの授業に絡めてました。ほんと面白かったです。じゃあどうしたかっていうと、この鬼滅の刃の中にあるこのグレンゲというこの主題歌ですね、それまあちょっとまず見てほしいんですね。はい、はい、この歌をちょっと聞きながらこの文字をね、歌詞をちょっと見てほしいんですが、やっぱなんとなくですよ、和歌じゃない身歌の意味と被るとこあるんじゃないかなって思います。私ね、この授業で聞くまではですね、この歌知ってたんですよ、テレビで見てるんでね。だけどわざわざこの歌詞をね用途見ようとは思わんかったですね、だからすごい価値がありました。そしてですね、この歌とこの和歌がこれからちょっとね面白いことになるんですよ、この松田先生の授業ではですね。まあ、この歌は皆さん本当おなじみなんですけど、こうやってね歌詞をしっかり見たことってなかったかもしれませんね。でこの歌をどう先生は使ったかというと、まさにこの今さっき言ったミュータをこの曲に乗せて歌うということをしました。はい、それでは実際に見てみましょう。この赤い部分がこのまさに低迷高豪のおミュータをですねそのまま載せてます。でこの黒いところですね、松田先生がそれに合わせてちょっと入れ込んだというか、まあ作詞ですよね。その状況をちょっと実践しないと伝わらないのでちょっと恥ずかしいですが、ちょっと私がね歌ってみます。はい、はい、でここからですね歌そどくやるんですが、もう本当はね今私ボイストレーニングやっててですね、もうちょっと上手くなってからやろうかなと思ったんですが、松田先生が、ね、ちょっと苦しんでるんで、もう今この時にちょっと今の状態、まだ、ね、そんな上手くないかもしれないけど、その状態をあえて晒して松田先生を応援したいと思います。それでは、はい。めいめいこうごうのみうたしたきょうぐにのせてうたえ、苦しみはたち
の門出と笑顔で喜びて、いかなることをも勤むべきかな。ありがとう苦しみを、苦しさを与えましける、明るき幸なくばこの深い道、茨道一人かれ湧くべき。はい、大変テイメイポウゴのミュータシータ、曲に乗せて歌え。苦しみは幸の門出と笑顔で喜びて、いかなることをも勤むべきかな。ありがとう苦しみを、苦しさを与えましける、明るき幸なくばこの深き道、茨道一人かで湧くべき。ちなみにこの歌を歌う際に、あの松田先生はですね、音曲始めという言葉を使います。これもね、一つ覚えておいていいものじゃないかなと思います。いや、しかしね、この低迷高豪のミュータと鬼滅の刃、これほどしっくりくるものはないと本当に思いましたね。はい。でこの歌なんですけどね、このボイストレーニングっていうのは、私去年ね、ちょっとやっぱ倒れちゃってですね、もうえらいことになったの、自律神経やってね、もう何もやる気出ないとか、まあどうかしたらちょっとこう死にたいとかまではいかないけど、なんかちょっとおかしくなってたんですよね。うん。でその時に、あの治療としてね、あの声出すのがいいよって言って、まあボイストレーニング始めたんですが、まあ、あのその苦しみがあったから、このボイストレーニングに出会えて、もうすごい今ね、歌とか歌ったり、あ、今ちょっとまだ見えてないんですけど、ギターとかまで買ってね、あ、すごい楽しいんですよね。これはやっぱ苦しいことがあったから、あの今がねあるので、幸の門出となったんですね、私にとっては。なので松田先生もきっとね、あの良くなってくれると思います。このまあ今のね、お辛いでしょうけども、きっとね、あの幸が来ると思います。で私昨日夢で松田先生が回復する夢見たんで、あ、きっと勝る夢です。はい、では